はい、どうも、寺子屋さり、寺子スタでございます。今回はですね、文字の均等割り付けについてやっていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、文字の均等割り付けっていうのはどういうものなのかっていうところなんですが、例えばの話、この、文字ですね、2つ書いてみたんですけども、どうもこんにちはというフレーズと、テラコヤスタリー、テラコスタでございますっていうね、フレーズがあると思います。私がいつもですね、最初に言っている言葉でございます。で、この言葉なんですけども、文字にしたときに、同じですね、幅で書きたいっていうね、ことってあると思うんですよね。まあ、その例ですね、後でお話したいと思うんですけども、そういったときにですね、例えば、どうもこんにちはっていう短い言葉と、寺子屋さり、寺子スタでございますっていう長い言葉、絶対文字の数、文字数的にも、幅的にも合わないですよね。これを合わせたいって言った場合の方法が、文字の均等割り付けというものになります。で、この均等割り付けにしたい場合に、合わせたい、ですね、言葉のフレーズの文字数をですね、必ず、調べておくようにしてください。これはですね、文字の均等割り付けをする上での、下準備ということになります。で、テラコヤスタリー、テラコスタでございますっていう、フレーズの幅に、どうもこんにちはっていう言葉を入れていきたい。なので、まあ、テラコヤスタリー、テラコスタでございますの文字数を数えていこうと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。18文字ですね。テラコヤスタリー、テラコスタでございますっていう言葉は18文字。どうもこんにちはっていうのは8文字なんですけども、これをですね、テラコヤスタリー、テラコスタでございますっていう同じ幅でですね、書いていきたい。その場合にですね、一回カーソルをですね、どうもこんにちはっていうフレーズの行を選んでもらって、反転してもらいます。その矢印を含めて。で、矢印を含めて反転した上で1個戻ってください。これ結構難しいんですけどね。矢印キー使えば簡単です。今回ですね、めんどくさいんでマウスで、合わせてますが、1回右にギュンって言ってもらって、1個戻るってことをやってもらいます。そうすると、文字、どうもこんにちはっていうものを選べると思います。で、選べたら、ホームタブの段落、リボンの段落の中の、これですね、両左右にですね、矢印が、表示されているもの。これが均等割り付けというものになります。これをですね、クリックしていただいて、この現在の文字列の幅っていうのは、このどうもこんにちはの文字数です。8文字分のフレーズですよと。この8文字分のフレーズを何文字分で貼り付けてほしいのかっていうことなので、テラコヤサリー、テラコスタでございますの18文字分で、均等割り付けしてほしいっていうことなので、この18っていう数字を入れていきます。で、OK ボタン。押すとですね、テラコヤサリー、テラコスタでございますっていう文字数の幅で、どうもこんにちはっていうものが均等に貼り付けられるようになっていきますと。これが文字の均等割り付けというものになります。ちょっとですね、均等割り付けしましたよっていうふうにですね、水色のですね、下線部分が引かれるようになっております。ただこれは印刷するときにはですね、別に映りませんので、気にしないでいただければなと思います。で、これ実際にどういうふうに使うのかってお話なんですけども、例えばですね、よいしょ。文章を書くときに、株式会社、テラコヤみたいな、私で、代表取締役社長、テラコスタっていうね、社長名も入れたい。だと、これだとなんか不格好になってしまうかもしれないというところで、例えばですよ、逆行きましょうか。株式会社、テラコヤっていう、文字数の幅に、代表取締役社長、テラコスタっていう言葉を入れたいといった場合、まず下準備として、株式会社、テラコヤが何文字なのかを確認します。1、2、3、4、5、6、7。7文字ですよね。なので、この代表取締役社長、テラコスタっていうのを右にギューンってやってもらって1個戻ると。
ピューンってやって1個戻るということをやってもらって、ホームタブの段落リボンの中の均等割り付けをやってもらって、さっき7文字でしたよね。13文字の言葉を7文字の幅に合わせたいっていうふうにやるとですね、こういうふうにきっちり、ですね、ギューンってね、幅に合わせて縮まりますよということができますよと。そうすることによってですね、綺麗に見えるんですね。逆をやってみましょうか。さっき13文字って言ってましたよね。なので、この株式会社テラコヤっていうものを下のですね、言葉に合わせたいっていう場合には、一回ギューンってやってもらって、マウスでも矢印でもいいんで、一回ギューンってやってもらって、一個戻ると。これね、ちょっと難しいんですけど、ちょっとね、矢印キーがね、ちょっと壊れてるんで、こういう風にね、やっております。なんで、こういう風に選べたら、均等割り付けやってもらって、さっき13文字でしたよね。で、13文字って入れてもらって、OK を押してもらえれば、その代表取締役社長テラコスターっていう幅で、株式会社テラコヤっていうような言葉が打てますよ。これが文字の均等割り付けというものになります。これを覚えておくとですね、すごい綺麗に文章、まあ、宛名書きっていうものができますので、ぜひね、覚えて、書いていただければなと思います。ということで、この動画がためになったという方は、高評価、そしてチャンネル登録を、よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。